はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、東京オリンピックの開会式、閉会式のショーディレクターをですね、務めていた、小林健太郎さんがですね、この度問題発言がですね、原因で解任されました。そしてですね、そのことについて謝罪文を投稿しました。そしてですね、実はですね、この小林健太郎さんはですね、自身の YouTube 収益をですね、数千万円以上ですね、災害のですね、復興のために寄付していたことが分かったということに関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、ユダヤ人虐殺についてをですね、コントの中のですね、一つのネタにしたということが発覚してですね、元ラーメンズの小林健太郎さんがですね、現在大炎上しています。そしてその結果ですね、すぐさまですね、東京オリンピック組織委員会が動いてですね、小林さんをですね、解任するということが発表しました。そして小林さんはですね、この度ですね、コメントを発表してですね、その中でですね、全体的と言いますか、まあ、全てこっちの私に非がありましたということでですね、非を認めてですね、強く謝罪していました。そしてですね、実はですね、これ意外と知られてないことかもしれませんけども、この小林さん、まあ言ってみたらラーメンズさんですね。まあ言ってみたら片桐仁さんということの方を組んでいた、このラーメンズさんのですね、YouTube チャンネルのですね、収益をですね、実はですね、なんと数千万円以上ですね、災害復興地域にですね、寄付していたということがですね、分かったんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、具体的に数千万円以上とは言いましたけど、大体いくらくらいなのかってことをですね、この YouTuber 目線で計算してみたいと思います。はい。これどういうことかね、ちょっと一から話していきましょう。まずなんですけども、まあ小林さんといえばですね、過去、だいたい20年前くらいですかね、20年前くらいに出したですね、このビデオのですね、まあお笑いのね、映像作品の中で、その当時組んでいたラーメンズというね、まあ片桐仁さんとラーメンズというコンビを組んでいたんですけども、まあその中でですね、そのユダヤ人虐殺をですね、そのコントのネタの一つにしていたんですね。で、それがですね、この度発掘されてですね、まあいわゆるその東京五輪をね、のですね、ショーディレクターをしてにもかかわらず、こんな発言をするとは何事だということで、まあいわゆる大炎上をしたわけなんですね。で、その後ですね、そのすぐさまですね、オリンピック組織委員会が動いて、まあ小林さんを解任したっていう感じなんですよ。うん。で、この度ですね、まずじゃあ小林さんは今回のことについてですね、その謝罪文をですね、発表したんですけども、どんなことを言ったのかってことですね、ちょっとこれ長いので、大事なところだけですね、ちょっと読んでいきたいと思います。かつて私が書いたコントのセリフの中に不適切な表現があったという指摘をいただきました。確かに指摘の通り、1998年に発売された若手芸人を紹介するビデオソフトの中で、私が書いたコントのセリフに極めて不謹慎な表現が含まれていましたと。ね。ご指摘を受け、当時のことを思い返しました。思うように人を笑わせれなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた頃だと思いますと言ってことですね。はい。で、さらにこうも言ってますね。その後、自分でも良くないなと思い、考えを改め、人を傷つけない笑いを目指すようになっていきましたっていうことを言ってるんですね。うん。まあ、確かにですね、ラーメンズさんのコントっていうのはですね、まあ、その20年前にね、この映像作品が発表された後もね、ずっとやってたんですけども、結構コントのですね、成り立ちだったりとかって変わってたりとかするんですよね。うん。まあ、だから、そのコントのですね、一連の流れといいますか、ね、ラーメンズさんのファンの方でちゃんと見てる方からすると、まあ、確かにちょっと昔ね、小林さんが結構トゲトゲしいといいますか、そういったブラックな笑いをですね、していた時期はあったんですけども、そこから変わっていったっていうですね、この変遷もやっぱり見て取れるんですよね。まあ、だからそういうのもあってですね、ラーメンズさんの、まあ、元ラーメンさんかのファンの人からするとですね、そう小林さんのことを擁護する声が一部あったのかもしれませんね。はい。でさらにこうも言ってますね。人を楽しませる、仕事の自分が人に不快な思いをさせていることはあってはならないことです。当時の自分の愚かな言葉選びが間違いだったということを理解し反省していますということですね。不快に思われた方々にお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでしたということですね。はい。まあ、このようなことを発表されたってことですね。うん。まあ、だから小林さんからすると全面的にですね、私がね悪かったということで全て認めてですね謝罪したっていう感じですね。うん。でですね、今はまあね人を傷つけない笑いをですね目指すようになっていってますということですね。うん。まあ確かにですね、近年の小林さんを考えるとですね、そういった発言はないですからね。うん。まあだから確かにその昔に比べてね、まあ当時は尖ってたのかもしれませんね。うん。まあ尖ってたって言葉で感じるのもね、どうかもしれませんけども、やはりその小林さんの中で20年前から現在に至るまでの間にですね、心境の変化があったっていうのはまあ確かに間違いないのかなっていう気はします。うん。実際もね、小林さんって本当にいろんな作品をガンガンずっと発表し続けてるんですけど、近年の発表作品の中でそういった発言だったりとかそういった作品はまるで
でないんでね。うん。だからやっぱり心変わりがあったんでしょうね。はい。でですね、じゃあそんな小林さんなんですけども、実はですね、これね、意外と知られてないことなんですけども、なんとですね、その震災とかのですね、その災害とかの復興のね、ためにですね、寄付をですね、長年行っているんですよね。はい。で、これどういうことかって話なんですけども、実はですね、これラーメンズさんっていうのはですね、YouTube チャンネルをね、開設しているんですね。で、この YouTube チャンネルが開設されたのがですね、2017年の1月1日なんですよ。で、そもそもなんですけど、ラーメンズさんっていうのはですね、いわゆるその、まあ、コントをですね、主としてやっていたんですけども、めちゃくちゃ人気でですね、まあ、言ってみたらカリスマ的な人気があったんですよね。まあ、だからですね、全国各地でコントライブを開くとですね、瞬く間にですね、チケットがソールドアウトして、もっと言うとこう、プレミアのね、値がつくくらいのですね、チケットになっていたわけなんですよ。でですね、なかなかチケットも取れないし、そして DVD を発売したらですね、もうそれも飛ぶように売れるわけだったんですね。はい。まあ、だから言ってみたらですね、当時で珍しくですね、コントだけで食って生きているようなですね、そんなですね、コント師と言いますか、芸人さんだったんですよね。うん。まあ、今の時代っていうと違ってですね、昔っていうのはですね、芸人さんが舞台だけで飯を食っていくことってめちゃくちゃね、大変だったわけなんですよ。うん。やっぱりそのテレビとかに出てですね、営業行ったりとかそういうことしないと飯が食えていけない時代だったんですね。そんな中でラーメンズさんはですね、単独ライブだけで飯が食えるっていうめちゃくちゃ稀有な存在だったわけなんですね。うん。でですね、そのラーメンズさんはですね、結局ね、そういうふうにものすごいコント師だったんですけども、数年に一回とかですね、それくらいしか単独ライブとか開かなかったりするんですよ。はい。まあその間はですね、お互い個々の活動してるんですね。まあいわゆるその俳優さん的な仕事したりとかですね、個々でやってたりするんで、で、たまにですね、何年か一回にまた、まあ、ラーメンズとして単独ライブやるみたいな、まあ、そんな生活だったわけなんですね。なのでですね、そのラーメンズのコントっていうのは滅多にですね、生で見れないと言いますか、ね、っていうものでしたから、よりどんどん貴重なものになっていってたわけなんですよ。でですね、そんなラーメンズさんが、なんと2017年の1月1日にね、先ほども言いましたけど、ラーメンズ公式チャンネルをね、作ったんですよ。今現在もあるんでですね、よかったら皆さんも後で見てほしいんですけど、このですね、ラーメンズ公式チャンネルっていうのはですね、その1月1日にですね、できたのと同時に100本のですね、コント動画がですね、アップされたんですね。まあ、いわゆる今まで DVD とかに入ってたやつですね。これ100本、なんか100本いきなりバーンって一気にね、これか、投稿されたわけなんですよ。で、現在ですね、2021年の7月なんですけども、現在に至るまでにですね、新しいコントはですね、1本も投稿されてないんですよ。だから当時の100本が今もずっと100本としてあるっていう感じなんですね。でですね、このね、2017年にですね、このチャンネルを作った際にですね、ラーメンズさんからどういった言葉の発表があったかっていうとですね、まあ、いろいろあって作るのが遅くなってしまったかもしれませんけど、皆さん楽しんでくださいとね。そしてですね、この YouTube チャンネルのですね、広告料っていうんですか、その収益のすべてはですね、その災害復興地域にですね、すべて寄付しますよっていう風におっしゃったんですね。まあ、だからこそですね、当時ラーメンズファンの人たちはですね、二重に喜んだわけなんですよ。はい。まあ、いわゆるね。やったラーメンさんのコントが100本も全部自分の好きな時に見れるんだ。よっしゃ、あの貴重なコントや、あの貴重なコントも全部見れるんだ。うわーってめちゃくちゃ喜んだの。プラス、そしてですね、見れば見るほどこれが寄付金になるわけなんだから、よっしゃ、じゃあ全部見ようみたいな。そういう感じでですね、ファンの人たちがすごく喜んだっていうね、過去があったんですよね。で、ちなみにですよ、皆さん。ちなみに現在ですね、総再生数がですね、これ約4700万再生って言いますね。4700万再生。はい。で、ちなみにじゃあこれ4700万再生って、どれくらいの広告料になるのかな、収益になるのかなっていうことをですね、ちょっと YouTuber 目線でですね、まあ、ざっとなんですけども計算していきたいと思います。はい。でですね、そのラーメンさんのコントっていうのはですね、長尺のコントが多いんですよね。もう3分とか4分とかのコントじゃなくて、もう短くても8分10分、長いと25分くらいのコントもね、バンバンあったりするわけなんですよ。で、 YouTube っていうのはですね、やはりですね、その動画のですね、時間が長くてですね、かつさ、視聴維持率っていうんですが、それが長ければ長いほどですね、お金がですね、より入るシステム、まあ、広告単価が良くなるんですね。で、それで言うとですね、ラーメンズさんのコントっていうのは、まずコントの尺が長い。そしてですね、これ見てる人たちはですね、ラーメンズさんの濃いファンの人たちが多いと思うので、まあ、絶対ね、全部見てると思うんですよ。一回再生しだしたら、途中で2、3分でやめるってことはまあないと思うんですよね。だから視聴維持率もですね、絶対高いと見てるんですね、僕は。っていうことから考えると、まあ僕も普段 YouTube やってますから、収益のね、だいたいこれくらいの再生でこんくらいのお金ってことをいろいろトータルで考えると、まあおそらくですけども、0.5 円以上はついてんじゃないかなと思うんですね。最低でも 0.5 円だと僕は思ってます。はい。なので、この4700万かける 0.5 するといくらになるかっていうと、2350万円ですね。はい。まあ、約2000万円以上ですか？うん。だから約2000万円以上のお金をですね、まあ、寄付してるんじゃないのかなっていうふうに僕のあくまで目算ですけどもね、そういう結論に出ました。うん。
はい。まあ、だからですね、まあ、もちろんね、そのね、20年前にしたですよ、そのユダヤ人虐殺についての発言っていうのは、これ自体はやっぱり許されることではないし、大変なことではあると思うんですけども、今言ったですね、この2017年に始めたこういった活動を見てもそうですけども、やっぱりその小林さんの心の中に心変わりがね、起きてたってことは僕は間違いないと思うんですよね、こういった行動から見ても。うん。まあ、だからですね、当時の発言について、まあね、今これだけ話題になってしまったわけですから、謝るのも当然だし、しっかり謝ったわけですよ。はい。そして小林さんは現在はそういったね、その発言だったりとか、そういったコントだったりとか作品を作ってないわけですから、まあ心変わりがあったわけですから、うん。まあだから僕としてはですね、まあ小林さんを叩きたい人もいっぱいいると思いますけども、まあこれで終わりにしてもいいんじゃないかなっていうふうには正直思いました。はい。まあもちろんね、これ以上ね、なんか他にとんでもない発言の方が出てきたりとかしたら、ちょっとあれかもしれませんけども、うん。まあ僕としてはですね、まあこれで決着づいたんじゃないかなっていうふうには、うん、正直思ってますかね。はい。というわけでですね、今日はこの辺でやります。この辺でですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントだったらね、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。